エリック・ホッファーはアメリカの独学の社会哲学者。ドイツ系移民の子としてニューヨークのブロンクスに生まれる。7歳にして母親と死別し、同年死力を失う。その後、15歳で奇跡的に死力を回復する。以来、再びの失明の恐怖から貪るように読書に励んだという。しかし、正規の学校教育は一切受けていない。 18歳の頃、唯一の肉親である父親が生去し、天外孤独の身となった。それを機に、ロサンゼルスの貧民靴でその日暮らしの生活を始める。28歳の時、多量の集散を飲み自殺を試めるが未遂に終わる。それをきっかけに、ロサンゼルスを去り、カリフォルニアで季節労働者として農園を渡り歩いた。労働の合間に、図書館へ通い、 大学レベルの物理学と数学をマスターする。農園の生活を通して興味は植物学へと向き、農園を辞めてまで植物学の勉強に没頭し、またも独学でマスターすることになる。ある日、勤務先のレストランで、カリフォルニア大学バークレーコ柑橘類、研究所所長のスティルトン教授と出会い、休児の合間に、 彼が頭を悩ませていたドイツ語で書かれた植物学の文献を翻訳した。彼はホッファーが植物学にもドイツ語にも精通していることを知り、研究所で勤務することを持ちかけた。研究所でしばらく働いたホッファーは、当時カリフォルニア州で流行していたレモンの発火現象の原因を突き止めた功績が認められ、正式な研究員のポストが与えられるが、 それを断り気ままな放浪生活へと舞い戻る。哲学者、著述家としての転機は1936年、ホッファーが34歳の時でアドルフ・ヒトラーが台頭した時期であった。その冬、砂金掘りの仕事で一冬を雪山で過ごすことになり、その暇つぶしとして、道中の古本屋で購入したモンテーニュのエッセイとの出会いによって、試作、取り分け、 書くという行為を意識し始めたという。エセはその冬で3度読み返し、最後には大部分を暗記してしまったという。1941年よりサンフランシスコで沖縄歌手として働き始める。1951年に最初の著書、大衆運動を上司、沖縄歌手の仕事の傍ら執筆活動を続けたことから沖縄歌手の哲学者と呼ばれるようになる。 1964年にカリフォルニア大学バークレー校の政治学研究教授になったが、沖縄市の仕事は65歳になるまで辞めなかった。また、沖縄市を含む公安労働者の労働組合幹部を長く続けていた。ホッファーは、沖縄市ほど自由と運動と感化と収入が適度に調和した仕事はなかったと実感している。バークレーでは週に一度のオフィスアワーを持ち、 1972年まで続けた。1967年に CBS で放送されたエリック・セバライドとの対談番組が全米各地で大きな反響を呼んだ。再放送も人気だったことから、以来年に一度出演した。ベトナム戦争に際しての兵役拒否、ヒッピー、マリファナ、学生運動の時代である1970年代になると、 ある種の知的カリスマとして高い知名度を持つに至ったが、ホッファー自身はヒッピーを甘やかされた子供と捉え、ヒッピーと対照的な立場とされているスクウェアを支持していた。また、ホッファーはベトナム戦争を肯定的に評価していた。1983年2月、当時の大統領ロナルド・レーガンは大統領自由勲章を送った。同年5月、老衰のため80歳で、 その生涯を終えた。ありがとうございます。